お母さんには心開いてますか、今は。うーんですね。うーんなんだよ。やっぱここでうーんって出てくるんだから、これもうずーっとだよ、ほら。そうですね。って幼少時期から。中学生になっても本当に喋ってくれなくなって、お母さんから逆に、逆に何も話してくれないのね、なんて言って。何も喋れないんだ、やっぱり開けてないの、ね、そうですね、これ女性にはって言ってるけど、お母さんに、お母さんが怖い、お母さんに心を開いてないですね、お母さんですね、お母さんですね、お母さんです、お母さんって今は、お母さんに似たタイプとか、お母さんの年ぐらいの人ってやっぱり どうです、普通に喋れます？あ、別に。そっちは大丈夫？似たタイプってそんなに。そんなになんか出てこなかった。あ、変わってくる。そんなに。そんなに。職場とかだとそんなに出せないじゃないですか。親しくはね。ならないね。カットするだって、ね。そんな怖い女上司とかもいなかった。いなかった。あ、でも。いた。いた？あの最初に就職した会社で、新入社員だからアドバイザーを1人つけてくれるんですけど、3年目の、女性の社員の人、女同士だからって気を使ってくれてつけてくれたんだけど、私はその時は、いや男性社員の方が良かったのになと思いつつ、そうで、その人は多分すごいできる人で、私がなんか全然1年目で何もできなくておとおとしてるのが多分イライラしてたのか、なんか怖かったですね、怖かったですね、そうですね、そう、怖い、なんかちょっと嫌味言われてすごい私へこんじゃって、怖くて何にも喋れなくなっちゃって、で周りの人は多分私がその人を嫌っているから話さないんだって思ってたみたいなんですけど、私は怖くて怖い、ね、怖かったですね。だからなんか気軽に質問もできない、できないし、そう、喋れなくなる、だから喋れなくなっちゃうのよ、そうですね、喋ってないっていうか喋れないのよ、喋れない喋れないんだよ、そうですね、喋れなくなっちゃうんだよ、フリーズしちゃうんだよそうかも、黙っちゃうよ、ですよ、間違いなくて、ビクビクしてもう喋れない、言えない言えないって言ってるまず自分で言えないって言いましたよ、お母さん幼少時言えない母の顔が怖くてビクビクしていましたって言ったんで、同じような上司が出てきても、出てきたからまたお母さんをこう投影って言うんですけど、投影して上司がお母さんに見えちゃうんだよね、余計見えちゃうんだよね、似てるし、そう、余計また喋れなくなっちゃう、喋れないんだよ、あ、じゃあこれを引き抜いて、書き換えましょうね、あとあの奈緒ちゃんがこの幼少時期にこう受けていた傷をね、癒しましょう、癒して持ってってもらおう上にね、愛と光の中に返していって、で新しい言葉にダウンロードしたいんですけど、何がいい、私は女性が怖いよ、女性が怖いっていうか、自分の性好きですか、女性好きですか、その辺は大丈夫、はい、女性であることは楽しんでる、多分そうですね、聞いてみるか、あ、はい、私は女として生まれてはいけなかった、私は女として生まれてはいけなかった、ぐっと力入れてください、チュンだよね、なんだ、まあまあまあ、男の子が欲しかったとかね、両親はそれはないか、でも聞いたことあんまりないけど、言わないな、
まあ、そもそもそんなにと子供が好きじゃなくてっていうのは聞いたことがある。お母さんは父が言って父が言っていた。そもそもそんなに、うん、あでも一人ぐらいはっていう感じ。一人ぐらいはいてもいいかなって、うん、お父さんはそんなことを言ったんだ。うん、うん、こんなこと言われたらショックだよね。ただその時そんなにショック受けた記憶はないんだけど、うん、へえみたいな、へえじゃあ私って何なんだよみたいな、うん、そうか、じゃあ聞いてみるよ。私は生まれてはいけなかった。私は生まれてはいけなかった。グッドチカレットセ。これ入ってるね。あれ。あれ。意外。いや、そうでしょう。うん。これとこれと、まあ、両方あるもんね。生まれちゃいけないし、女性は怖いし。うん、このまあこれがものすごい潜在意識に入っちゃったね。入っちゃったね。入っちゃって入っちゃってますね。今のことお父さんの言葉からも、うん、ご自分はへーで終わってるんだけど、うん、でも違くってやっぱり相当深く傷はついてますよ。傷ついてるよ。生まれてきてありがとうじゃなくて。一人ぐらいはいいかなーって言うんでしょうね。子供を作ってしまって、お父さんとお母さんの仲は、ああ最悪ですね。ですよね。最悪。なんか、うん、今はまあ二人とも丸くなって、うんうん、まあそんなに悪くない。別に熟年離婚してるわけでもないし、二、うん、人でよく旅行に行ったりしてるんだけど。うんうん、私が小さい時はとにかく父がまあカッとなりやすくて、なの で、 ですごい母を攻撃してたんですよね。で母はこう言い返すとこう火に油を注ぐの分かってるからじっと黙って耐えてるんだけど、私の目から見るとこうやっぱなんか男の人が女の人を虐げているみたいな、うん、そういうふうに見えて。 DV だよね。でなんとなく多分たまになんだけど、うん、こうすごいもう何時間もずっと父が隣り続けているようなことがなんかしょっちゅうあったような記憶があって、多分そんなしょっちゅうないんだけど、うん、でも何時間っていうか長時間だよね。何時間も母を叱ってるのね。そう怒ってるのね。そうですね。でもう近所中に響き当たるような大声なんで、お父親、父親何をしてくれるんだ。そうですね。何時間も母を怒っているんだ。DV だよね。でもお母さんは黙って聞いてたんだよね。そうですね。だもんさ、怒りやすくなっちゃうよね。あの家族の中でこれ3人しかいないじゃん、はい、必ずね、あの弱い方にエネルギーを向けちゃうんですよ。だからお母父親はお母さんに、なおちゃんには行かなかったのかもしれない、まあ、たまにはあったかもしれないけど、やっぱお母さんに行くじゃん、その攻撃が。そう、このお母さんはなおちゃんになんだよ。なおちゃんにその怒りをぶつけちゃうんだよ。なおちゃんは小さかったから、うん、我慢するしかなかったんだな、うん、これね、うん、言い返せないじゃん。わーんって泣くとね、うん、今度は泣くなって怒られたはずです。言い返すと口答えするなとか、うんうん、口答えするなって怒られる、うん、それはいつもお父さんがお母さんに言ってたことだから口答えするな、言われないこと聞けとかさ、俺が絶対なんだっていうことを言う、俺が正しいとかさ、お前が間違えてる、そんな感じでしたね。だからなおちゃんに言ってたんだな、このお父さんのエネルギーが、負のエネルギーがお母さんを通して手をしてしか思えない。だから家計でもあったじゃん、家計のトラウマにも入ってたから。あそう、私は女性が怖いわね。あ、人が怖いか、人が怖いが入ってた
女性は怖いわ。じゃあ聞いてみよう。私は女性は女性が怖いね。うん、これは今世のトラウマだ。私は女性が怖いのは今世のトラウマだ。ぐっと近い。うん。家系のトラウマだ。家系のトラウマだ。うん。過去世のトラウマだ。過去世のトラウマだ。あら強いね。魂のトラウマだ。魂のトラウマだ。なんで、まあ、みんな入っちゃってますね。これもだね。1、2、3、4全部入ってて。でも私は生まれてはいけなかったって入ってましたよね、さっき。生存しちゃいけないの？私は生まれてはいけなかった。これが土台だ。私は生まれてはいけなかった。これが土台だ。グッド力とかさ、強いんだよ。今世のトラウマだ。今世のトラウマだ。うん、家系のトラウマだ。家系のトラウマだ。うん。過去世のトラウマだ。過去世のトラウマだ。うん。ってことは魂のトラウマだ。魂のトラウマだ。うん。これが土台だ。これが土台だ。うん。あ、これみんな入っちゃってる。おお、おお、か、わかりやすいね。あ、そうっすか。わかりやすい、わかりやすい。考えたこともなかったです。考えたこともないよね。でも、うん、これが出てきちゃったよ。これが潜在意識にあるので、しかも、なんか今日みんな、なんかね、魂レベルのトラウマが全部出てきましたね。これがあるから、これはできないでしょ。うん、友達できないでしょ。うん人怖いな。そうですね。で、そのなんかこういうセッションは自分から受けたいと言いつつ、じゃあ友達を作れるようになりたいのかって、うん、自問自答したら、うんうん、いや別にみたいな。そうだよね。ただそうなんか今後将来のことを考えると、うんうん、多分夫が1個上なので、うん、寿命を考えると私その10年か15年ぐらい一人で生きていかなきゃいけないから、うん、そうすると仲間が必要になるけど、うん、で最後はやっぱ女性同士のなんか連携みたいなのが必要になりそうなんだけど、うん、その仲間とか友達が作りにくいなって、うんうん、そう思ってたんですね、うん、これさどう表現していいかわかんない、自分をどう出していいかわかんないって言ったじゃん。これこれだよね。本当に幼少時代とか、出して出せなかったから、ここで出すと本音を出すと自分の気持ちを正直に出すと怒られたんだよ。だからもうお母さんの顔色見てビク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 してた幼少時期があったんだよ。だからこれどう出していいかわかんないから、お友達の前でもどうと出していいかな、どうやったら嫌われちゃうんじゃないかなと思っちゃうんじゃないんですか。だからこう人の顔色を見てビクビクしちゃうんじゃない。まずリラックスできない。まずリラックスできるお母さんの前でリラックスできる。やっぱりうーんリラックスできないんだ ね。今は怖いっていうのはないけど、大人になったからね。でも、なんだろう、あんまり、心を開いて、話したいから話してるんじゃなくて、話してほしいだろうなって思うから、まあ、無理やり話すっていうか、例えば今日このこと、まあ今日っていうかこの前、もう一回今の話、なんだろう、母とたまに実家に帰ると、まあ、普通に会話をするんだけれども、別にそんな話したくて話してるわけじゃなくて、求められているだろうなって、そう何でも話す娘を求められているだろうから、演技してんだね。そうですね、無理やり話してる感じ。無理やり話してるんですね。無理くり話してるんですね。演じてんですね。そうですね。無理やり話す。そういう娘を演じてんだね。で、何か新しいことを始めたとして、別に
なんか本当はそんな話したくないんだけど、うん、他の周り回って母の耳に入ると、うん、何度話してくれなかったのって、うん、いじけるんで、うん、最初に話しとかなきゃみたいな、うん、そう、まあ、話したくもないけど話しとっか。そうですね、話したくもないけど、ないけど、あ、今でもそういう感じかな。今でもなんかちょっとねちょっとこうぎこちないというか、怒られないようにしてるよね、これね。そうですね、怒られないようにって前に入るんだ、これね枕言葉で怒られないように話したくもないことを話す。だって後でバレたら怒られちゃうからっていうか、まあ、最近は怒られるっていうんじゃないんだけど、うん、すごいへこむんですよね。へこむ、母が、母がその、うん、なんで母もすごい多分劣等感とか強い人だと思うので、何にも話してもらえない自分みたいな、うん、そういうのを作っちゃったのはお母さんなんだ。お母さんが作っちゃったんですけど、うん、そう、娘のことは頼りにはしてんだろうね、多分、多分最後は、うん、でもいまいち娘が心を閉ざしてる心を開けないとか開けてないから喋れない。うん、なんかそれも申し訳ないような気がしちゃうんですけど、いやー、うん、申し訳なくはなくて、開きたくない時はだってこの傷癒さないとお母さんには心開けないよね。うん、うん、そうですね、だからこれができ友達ができないのはここですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。次回をお楽しみに、そして毎朝6時半から YouTube ライブやっております。こちらもどうぞご覧ください。ではまた、バイバイ。